残したことやる。こんにちは。おはようございます。え、先輩、野島さん起きてきましたよ。え、死んでない？え、先輩も死んでる？なんか、S と白井さん一緒に乗っ取ったよ。ケイ、ちょっと画面いいかな。こんにちは。こんにちは。痛い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 痛時間あればと思ってお電話しました。今日何時まで起きてる？ありがとうございます。今日、那島さんに合わせます。ちょっと待って、やんなきゃいけないことをやってこうかと思って。 OK です。ちょっと空いたら言うね、じゃあ。 OK です。はい、はい、これあげる。このまま連れてかれ。もう行っちゃいましたか？このままだよ。寝るなり焼くなり好きにしてくれ。なんかテスちょっとだけできそうな人見つけましたよ、この街で。ね、誰？しごろかくさんっていう人です。えって。あ、はい。めっちゃ声でかかった。おはようございます、兄貴。おはよう。ベースに今日話が話珍しいもん、改まって。いや、まあ、S にはもう話しとこうかな。え、結婚とかですか？誰と？あ、ちょ、前言ってた。前言ってた。ちょっと待ってください、前。オンブリラの人。結婚するって？結婚とは言わないですけど、進展があったんだなって。いや、違う。でも、ここ認めてないですよ。いや、相手のこと？はい。なんかスワンチケットもらったから、スワンボート。ちょっと待ってください、それは認められないです。もう非売品らしい。そんな違うんじゃないですか？いや、そう、だから、いや、持ってんだよね。握りしめてる。いや、それ、今使いませんじゃん。いや、え、何、お前が二人で使うって言ってる。え？お話ではこれのことですか？いや、まあ、話でもしながら。え、いいっすよ、して。え、本当に負けないっすよ。すごい、チェスやってるんすか？そう。そうそうそう。うわ、すげえ。暇つぶしにね。え、こんなんあるんすね。あ、これちょっとダメだ、危ない。はめられるとこだった、今。次、騙しに来るわ。待って、ねえ、許して、許して。どうしたん？良さそうだったのに、ずっと。あ、もうダメだ、僕ダメだ。どうした？な、どうしちゃったんだ？一体。許してください、マジで。何があった？で、なんかもう、僕パニックになると何もできなくなっちゃう。なんか、え、いいんすか、それ。いいよ。大手しますよ、俺。大手。チェックね。チェック。ちょっと、言い慣れなさすぎる。チェック。そりゃもう甘いっすよ、そりゃ。え、なんで？なんかよくわかんないっす。え、はめた？今はめましたね、僕のこと。はめてない、はめてない。え、なんか騙しましたね、絶対。騙してないよ。ここにたどり着くとこいつが進化できる。あ、選べるんですね、それ。うん。でも、俺もこれやったらできるんですね。そう。あっ。え、俺バカなのかな、普通に。え、待ってください。大手。え、ちょっとチェック。ん？チェックですよ、これ。チェックなの？はい。君の中ではそうなのかも。はい、握れません。ん？
逃げれないということ？え、逃げれないです。え、やばい。ちょっと待って、やばいやばい、どうしよう、助け誰か。やだ、よそ取ったら大手ですよ。あ、ちょっと待って、大手だよ。ちょっといいですかそれ。あ、だってそれ取ったらチェックメイトだから取れないよ。本当だ、取れない。ちょっと待って、あ、そっか、取れないんだ俺。それやったら取れますよ。うん、これだと取れる。あ、よーし。で、あ、ダメなんだ。やばい。ちょっとまずい。はい、チェックメイト。今回は。あ、でもそっか、これあれステルメイトになっちゃうのか。これ引き上げですよ、これ引き上げになっちゃうやつだ。あー、まあまあまあ、ゴブゴブだったってことですか。これ閉まるの？あ、閉まった。あ、閉まりました。そう、車返そうと思って。え、でも俺の中でまだあんまりあれなんですけど、いい？うん、あれ、僕も弟として見るのやめようと思って。マジ？そう、うん。はい、もしもし、なしまです。あー、なしまさん、すいませんね、ちょっと。哲夫さんにさ、うん、コース。はいはいはい、ありましたね。うん、聞いたんですよ。はいはいはい。ね、1コース2000万円で作ってくるらしい。あー、了解です、了解です。間に合いそうですか？うん、すぐなんか今週中にはもう作ってくれるみたいな話があるんですけど。はいはい、わかりました。うん、車とかどうですか？あ、車種ですか？車種とか決まりました？車種ちょっと待ってくださいね。まだ5時、ん？ 3 時以降って起きられてます。あ、いや、ちょっと私はもうちょっとね、じゃあ、ちょっと、メッセージで送っときますよ。またでもいいですか、全然。はい、わかりました。哲夫さんにお金の方は、同じ目さんの方がなんかうまいことやっとけますか？あ、了解です。じゃあ僕の方が哲夫さんに話しておきますよ。なんかね、あんまり3時間ぐらいで作るらしいって言ってたんだけど。わかりました。うん、じゃあちょっと連絡してみます。またそこも。はーい、では後ほど。待ってるから。はーい、待ってくれる方。はい、はい、バイバイ。はい、バイバイ。何なんだろうな、何番今日 ID？ 436です。え、その どうしてとかっていう理由って聞いてもいいですか？どうしてっていうのは返す理由と、あと弟分。いや、でもさ、はい、そんな別に深刻な理由があるわけじゃなくて。はい、もうお前にはオールインって居場所があるだろう。まあ、そうですけど、もう一人前だよ、立派な。もう僕が面倒を見なくても大丈夫だって判断した。そうですか。何か不満？いや、なんか全然寂しいなって。まあ別にそんなに変わんないんじゃない？立場がさ、まあそのアンダーボスっていう風に見たら上下はあるかもしんないけど。はい、もう面倒見なくてもエスタークの組織の中でエスタークとして頑張っていけるなって思ったから。だからある意味もう認めたというか。でも俺としてはまだ弟分として頑張りたいですけど。なんだ、弟分として頑張るってなんだな。なんか兄が困った時に動けるような存在になりたいなって。でも多分弟分でいる限り僕のことを超えらんないよ。それは確かにそうですね。そうだよ、エスターク兄貴。うん、考えてることがあるんですか、その急に。いや別に、なんか前々からどうしようかな、その車預かってる時点でどうしようかなって考えてたけど。はい、まあ、その車ってさ、ある意味重要な戦力のうちの一つじゃん。はい、でそもそもなんで弟分になったの、エスターク。なんで弟分になったか覚えてる？兄貴の元で犯罪学ぶためでしょ。でももう一通り学んで、なんなら僕より詳しい犯罪もあるぐらいじゃない。でも
ごめんね。その弟分あぶね。いやそうだよ、もう独り立ちしていい時期。僕はもう皇族を育てることにしたからな。成長の邪魔になるね。やっぱ一歩ね、前に向かって一歩踏み出してもらう時期だと思う。そうなんだよな、弟分である時点で僕以下であることを受け入れて、そこにこう、なんだろうな、愛着すら湧いてしまうと、それはもう成長の妨げになる。でも俺の中で兄貴はずっと兄貴だし。兄貴タイミングじゃない。ちょっと予想してなくて、まあちょっと状況が飲み込めてないっす。いいよ。確かにな。やっぱね、兄貴の弟であるっていうのはある意味、はい、僕以下であることを甘んじて受け入れてることと同義だから。そうですね。成長をする上でね、これは余計なものだと思ったよ、はい、僕は。最初にこういうことを考え出したのは、真帆ちゃんが入った時かな。はい。真帆ちゃんをなんか面倒見ていくみたいな。はい。でも僕からしたら、面倒を見てもらう側の人が見てて、僕が出る時どうするんだって。真帆ちゃんを最後まで面倒を見るって言ってたでしょ。はい。あの時はそう思ってたんだよ。どうするんだろうなって思いながら。はい。その時からいつか終わりを、終わりというかその、もう一人前になった時にエースが自由にできるようにってする道は考えなきゃなぁとは思ってた。はい。その時が今来たってだけ。でもこれはね、昨日じゃダメだったし明日じゃダメだった。今日じゃなきゃダメだった。この話がですか。そう。いやー、確かに兄貴のおかげで俺に入っていろんなこと勉強させてもらったし。ああ。いや、でも、何が不服なの？いや、なんか、純粋寂しいっていうだけです。実は同じオールインっていう組織にいるわけで、慕うなって言ってるわけじゃないよ。ただ、はい、これをなんか、なあなあなままこれからずっとやっていってさ、はい。それをなあなあにするのも良くないと思うんだよな。面倒を見るって言った。それから約半年間面倒を見た、はい、その結果一人前になった、その事実の方が大事だと思うよ。僕はいなくなるわけでもない。そうなんですか。うん。いやでも、背中なんかそのスッキリとした返事が出せなくてすいません。なんかいやいやいいんだよいいんだよいいんだよ。はい、もしもし、なしま。あ、もしもし、天草です。どうした？シムの件って誰か分かった人いますかね。いや今んとこね、知ってそうな人はいないかも。オッケーっす。なんかもう明日花屋開店でちょっとまずいんすよね。探さないとまずいって感じだもんな。そうなんですよね。オッケー、すいません、ちょっと聞きなくて、それだけ。オッケー、ありがとう、ありがとう。エース、ありがとうございます。はいよ。はい、お疲れ様です。その、一人前になったっていうふうに言ってもらえるのは、個人的に嬉しいんですよ。うん。ただ、マジで個人的なわがままなんですけど、うん。やっぱり、兄貴として、尊敬したいし、あれだし、追いかけたいって気持ちもあって、パッと終われるような気がしなくて。いや、まあ終わるとかではないよ。いやでもお前一人前になったと思うよ。お前はもう、なんだろう、犯罪とか教える必要もなくなったし、立派にこのオールインの一人のメンバーとしてやっていけると思うよっていう意味もあるよ。犯罪面に関してはそうかもしれないですけど、やっぱり人との関わり方とか兄貴ってやっぱり上手じゃないですか。まあでもね、エスタク、僕の人との関わり方はエスタクはできないよ。ですよね。うん。
それは、なんだろう。炎属性の人が水を出すみたいなもんで、はい、それはエスタークはエスタークのやり方を模索して見つけていくべきだよ。はい、それはその通りですね。でしょ？し、僕がこう教えれてエスタークやるようなことはもう全部教えれてると思うし、できてると思う。はい。そう、でもほら、今もさ、関係がちょっと変わることに対して抵抗があってってなって、それをこう喜ばしいことなのに寂しいっていうのに引っ張られて事実の本質を見れてないでしょ、はい、いやまあそうなんですよね。でもそれは多分僕の弟でいる限り一生学べない、一生変わらない。そういうもう僕の弟じゃない方が学べることが多くなってきたフェーズなんだよ、スタークはもう。くれたってことか。そうよ、成長しなきゃダメってことっすよね。まあでも成長したからこそ次の成長ができる段階に来たんじゃない。はい、そっか。ポジティブな言い方をするなら本当後ろから隣になったんだよ、ポジションが。はい、でも、うん、兄貴が俺は困ったこととか力が欲しいって時、俺はそこはこれまでと変わらず駆けつけたりしたいです。気持ちは受け取っとくよ。はい、でもエスタク、僕がね誰かに頼らなくちゃいけないほど困ることはない。そうなんですよね、本当に、うん、その通りです。分かってるんすけど。だから気持ちは、ね、分かってるんすよ俺も。気持ちはねもちろん受け取っとくよ、はい、そのそれぐらいの慕ってくれてるっていうのはね、認めてくださってありがとうございます。いや一人前になったよ今では。新人の面倒も見れるし、犯罪も率先して自分から行動できるし、卒論も出せるし。そうっすね。でしょ。はい、今エスタークが僕から学べるところで、真似できるところでとか、同じスタンスで学べるもので、今学べてないものはもうないと思うよ。でもやっぱり俺にとっちゃやっぱり兄貴は兄貴だな。まあそれはいいんじゃない、そのお互いが兄弟っていう認識を持ってっていう、はい、そのなんだろう、認識お互いさ、はい、一人前になって今教えるっていう立場でも、その明確な上下の立場じゃなくて、まあ尊敬とかはあれど、はい、ちゃんと同じオールインメンバーという意味では同じ立場の人間になったってことよ。仲間ってことに変わりはないんだから。はい。いや、前に進まなきゃダメってことですよね。そうよ、認めたってこと。嬉しいんですけどね、やっぱりちょっと寂しい。まあでもこれはある意味僕の気持ちの整理でもある。何かあったんですか兄貴。でも最近危機感を覚えることがあった。どうしたんですか。あの指名手配だったんだよ。はい。で、あのまあ指名手配になって、まあ逃げるってなった時にボイラーに名前呼ばれて、はい、一回止まっちゃったんだよね僕。話そうとしちゃったんだよな、はい。もうそこで、まあ、もちろんその向こうは警察業務だから悪いことしてないんだけど、ないんだけど、はい、普通に指名手配中のギャングが警察に名前呼ばれて話そうとして止まるって有識事態じゃない。まあギャングか、ギャングらしい振る舞いかって言ったらちょっと違うのかもしれないっす、ね、そう、日記的にそのギャングらしい振る舞いできてないっていうふうに言ってるんですか最近。まあ、ギャングらしい振る舞いができてないというか、そもそもそういう認識になるほど人に対して情を持ってるのが良くないと思った。はい、そう、本当に何かあった時に全部捨てて行動できるっていうのは必要だと思ってるから。はい。ボスのためにね。はい。
だから僕はあの関係を明確に捨てれるものしか持ちたくない。捨てれない関係を持ちたくない。はい、っていうのもあるね。なるほど。そういうことですか。だからそういう節目もあって、まあそう、だからそのエスタークとの関係は捨てるものじゃないけど明確化しておくべきものだなと思ったから話した。このまま行くとちょっともしもの時に捨てられないものになってしまうかもしれないみたいな感じですか。違うかな。まあそのなんだろう、そのなあなあな優しさを残したくないんだよな。いやー、なんでもいいですよ。いや今はね、そう、今は幸せかもしれない、今は楽しいかもしれないけど、はい、いざその瞬判断をしなくちゃいけなくなった瞬間に情のせいでそこが止まるのは良くないっていうのが指名手配中に追われてて話しかけられて思った。まあでもちろん全員にそうしろとは思わないよ。はい、けど僕はそうするべきじゃないと思うし、オールインのメンバーは多分そうできないと思うから。ちょっと昔とも変わりましたよね。まあよいいんじゃない、その組織として一体感があるというのは、はい、いいことなんでしょうね。今はそうですね、一体感が、昔って言うほど自分はそのね、あの初期とかからいたわけじゃないですけど、だいぶでも今で言うと初期なんじゃない、なんですかね。わかりました。だから尊敬するなって言ってるわけじゃない、助けてほしかったら言ってこい、助けてやる。俺も兄貴にできること何でもしたいですよ。困ったことあった、兄貴いないと俺いないですよ。でも S がいないと困るなってことあったら言うよ。俺いないと困ることあんまないっすよ。まあ作んないようにしてるね、多分困ることをね。そうなんですか。そうね、はあ、そっか。僕はそうね、人にあんまり自分のポジションを真似してほしいとは思わないけど、結構やっぱオールインとしても後続を育てるべきだと思ってるよ。はい、失敗してもいいしね。そうですね、頑張ります。僕はちゃんと自分の命を消耗品として持っておきたい。いや、いやですよ、消耗品にしないでほしいですけど、そう言ってもあれですもんね、兄貴のこと決まってますもんね。そう、今はさ、エスタークの同期にもうアンダーボスだよ。いいの置いてかれて。もう焦ったりするそういうの。まあ最初は焦りましたけど、うん、でも俺にやれることやっていこうって思って。あ、でも確かにその突破力みたいなものとエスタークが一番あると思ってるよ。どうですか。うん、そのまあ、まあ最初にも言ったけど鉄砲玉としての、はい、なんだろう、パワーだったらやっぱりエスタークが一番だと思うよ。ありがとうございます。兄貴優しいな、本当に兄貴優しすぎるんすよ。兄貴優しい、優しいかな、事実を見てるだけだよ。優しいっす。多分いろんなことをしようとすると失敗するから、はい、目の前のことをちゃんと片付けていくのがいいよ。はい、でもなんか寂しいな、やっぱり。あ、でも認めてくれてるんですもんね。今この瞬間は寂しいかもしんないけど、はい、1月後2月後はもっと誇らしいものになってるよ。なってますかね。なってる。今はその変わるってね、寂しいだろうからな、はい、兄弟関係じゃなくなったとしても兄貴とは呼ばせてほしいです。でもそれはいいよ、だから帰るのに大変だろうしな。別になんか兄貴と呼ぶなってわけじゃなくて、お互いの認識がちゃんとこうずれずに、お互いがそう認め合った中でいられる方がいいから明確化しただけ。はい、ありがとうございます。なんかそういえば聞いたよ、昔は三大悪党と言われていたエスタークの話を天草から今日ちょっと聞いたよ。ああ、そっか、天草知ってるのか。そう、長いからね、天草も。そうですね、三大悪党って言われてましたね。エスターク絶対なんかタラタラを。あと一人は？と近藤武蔵。ああ、近藤武蔵って猫カフェの人？そうです、店長です。もう全員やったことあるわ。そうなんですよ。デビリー、
ウィリアム田中だっけ。タラタラオもあったよ。ありました。でもレアキャラみたい。タラタラオは俺あんま見あったことないですね。俺毎回その起きて一人で悪いことしてたんですよ。うん、何したの。なんか山本さんの車ボコボコにしたの。あ、山本さんの車盗んだら、盗んでボコボコにぶっ壊しちゃって、そのあの、あ、ダメだ、これ動かなくなったし置いとこうって思って。昔は車がそのレッカーとかなかったんで消えちゃう、いやあれで、めちゃくちゃデコってある、すごい綺麗な車を。今考えたら本当に悪いことしてるんですけど。まあ今だったら強風が吹きそうだけど、当時は吹いてたの。強風は当時は吹いて、そんな吹いてなかったような。あ、やっぱ街は変わっていくんだね。街は変わりましたね。はい。とか、あとそうですね、所長拉致ったりとか、病院の前でグレネード投げまくったりとか。すごいな。しましたね。そんなバカだったけど、いろいろ変わりましたね。本当に。これに入って兄貴と会って。まあ街も変わったし僕らも変わったよ。はい。連絡の区別ができなかったなって昔は思って。何悪いことしてると思ってなかったんだ。そう、あとヒーローじゃないですか、救急隊に。うんうんうん、うん、あの人の車を盗んで、あのぶっ壊したと。ちなみにあんまり語られてないんですけど、まあ一通りの悪事をやってきたってことね。一つ本当に悪の限りを。怖えよ。なんでできたんでしょうか当時。わかんないですけど、おかしかったのかもね。今もです。いや、まあ今もおかしいけど。おかしかったんだろうね。おかしかったんですね。今と変わらず、はい、今も変わらずおかしいもん。おかしいですよ。スタッフ、こんな声で。スタッフおかしいよ。おかしいですよ。こんな声でずっと衛生して喉を痛めて。痛いですもん。アホすぎ。うん。でもタイミング見失っちゃって、もうずっと。うん。うん。仕方ないよ。仕方ないです。怖いよ。漏れが怖いです。喉痛いのほどほどにしてね。はい。痛めない。いつルクになってもいいから、僕らは。わかりました。うん、最悪喉の手術。ずっとその声出しててね、喉が痛くて嫌だから。その時はお願いします。そっか、俺また頑張りますよ。オールインで。なんかお別れみたいになっちゃってる。期待してるよ。やだな。頑張れよ。なんか遠く行っちゃう気がしやです。なんか、うん、行かない。いや本当ですか。フラットどっか行っちゃいそうな気がして。そんなことないよ。じゃあ次の相談あるから行ってくるわ。はい、頑張ってください。じゃあね兄貴。また。はい、またね。寂しいよ。認めてくれたってことやな。認めてくれたってことだよ。確かに犯罪に関してはね、オールインのみんなってあえてね。でもなんか兄貴どっか行っちゃう気がしたな。なんか、うん、やだな。なんか寂しいな。もう教わることなくなっても弟分でいたいけど、兄貴にとってそういう関係は切り捨てられない存在になっちゃうから、多分今日みたいなこと話をしたんだろうな。寂しい。でも寂しいんだ。でも認めてくれた子ってことだもんな。オールインのメンバーは変わんないって言ってるし。やべえ寂しい。やべえ寂しいな。そっか。やだ。やだな。寂しいな。やだな。やだな。ちょっと寂しいな。さすがに。まあ、ないっすもんだけどな。なあなあで続きやるよりも、こうやってきっぱりと認めて、一個上に。の存在として認めてくれたってことだもんな。はぁ、寂しい。認めてもらえたけど、なんかちょっと離れちゃう気がして寂しかっただけ。まあ、これからオールイン
としていなきゃならないぐらいの存在になるのかな。ちょっと寂しい。エスタークでした。大約束のためにこの町来たもんな。そうだよな。ここで満足しちゃダメだよな。昔と比べて変わったよ。守るものが増えた。仲間たちとか一人で悪いことする時代じゃなくなった。俺も周りもみんな、俺も暴走できなくなっちまった。守りたいものがいっぱい増えちゃった。もうこのままでいいと思うしな、俺は。肩を並べるように頑張ろう。下じゃダメだからな。よし、寂しい。いやー、ちょっとまたエスタークとして動いたな、物語が。最後怒涛やったね、だいぶ。このまま寝たいんですけど、このまま寝ようかなと思ってたんですけど、どうしようかな。チェスゲーをするか悩んでる。あー、なんだろうな、この物語を見た時のかのような、なんか、あーか、なんだろうな、あー、なんとも言えない感情になってる今。なんだろう、この感情は。余韻すごいな。やべえ。じゃあ、うわ、なんか、ダメだ。ちょっといけない。感傷に浸ってしまっている自分がいていけない。貫通してますね。これ貫通してますね、これね。やべえ、いけねえ。いけない。アウトラストに行けない。うわー、やだ。うわー、行くか。行きます。あー、でも、うわー、どんな感情で行けばいいんだ、この感情で。うわー、やだ。行ってきます。